パリーグ日本ハム1の4楽天、23日、楽天モバイル、最下位の日本ハムは楽天に敗れ、2連勝を逃した。写真、角形簡単譜、万波の反撃弾の瞬間、2週間ぶりに先発した上沢直行投手は5回3分の2で4失点 KO。打線は2点を追う6回に1番。 万波中性外野手が4試合ぶりとなる24号ソロを左中間席へ運んだが、空砲に終わった。試合後、新庄剛志監督は開口一番。成長を感じましたね。今日のホームランは、追い込んでからね、俺スライダーかスローカーブで来るんじゃないかなぁ、俺ならそう待つかなってところで、まっすぐをちょい詰まりながら持っていった。なかなかやるなと思いましたよね。 とん波の一発を称賛25本塁打でトップに立っている楽天、浅村にも一本差しと迫り、浅村君の打席の方が緊張する、笑い、話されないかと。と言ってこっちが避けるようなこともしたくないしね、と話した。先発の神沢については初回一死一塁で二刀を許した場面を指摘。一塁走者のの村林くんの 初回のクイックをしていないあの一球がもったいない150秒ぐらいかかってたからあれが盗塁されてなかったら島内君への配球も間違いなく変わっていたからあそこがもったいなかったですねと振り返った。